どうも、ケンタヨシーです。いやー、ひどいね。いや、もうコロナのクソだなとかさ、もうやっぱシステム的にも問題あるなって、もう日本のシステムもクソだなって思うのが、もう本当にね、分かるような事件がね、やっぱ今回出ちゃって、あの関東第一高校さん、全日本高校サッカー選手権で準決勝まで進出した、関東第一高校のサッカー部の皆さんの中で選手が2名、新型コロナウイルスの、陽性反応が出てしまって、準決勝を辞退するという、ことになってしまったと。大津高校は、対戦相手の大津高校は、繰り上げで決勝進出っていう感じになったということなんですね。で、これちょっと記事ちょっと見てたんですけど、発表によると、準決勝に進出した4チームを対象に検査を行ったと。今頃検査やってんのか、だる。関東第一高校の選手2名から新型コロナウイルスの陽性反応が認められた。現時点ではスタッフも含めて当該者以外からの体調不良の報告はないという話です。体調不良の報告はないで、まあ、ガイドラインにのっとり、関東第一高校は、その、登録していた人たちだけじゃなく、それに代わる予備チームを登録できればいけるって話だったんですけど、でもその結果、関東第一高校は準決勝への出場を辞退したという話になってます。で、いうことで、まあ、ひどいね、マジでね。まずそもそもさ、PCR 検査やる必要ある?そ、検査さ、検査やればやるほど、そら、感染者数は増えるんで。たださ、別にこれコロナ悪くないじゃん。コロナ脳とコロナ対策が悪いわけじゃない。だってそんなさ、高校生に PCR 検査したところで、別に高校生は、それは体調悪くなるかもしんないけど、あいつら、彼らにとってさ、別にコロナなんて風邪なわけ。別にほとんどが、まあそもそもオミクロン株は、もうほとんどが、まあこれがオミクロン株かどうか知らんけど、オミクロン株ってほとんどが、もう 92% が、もう無症状もしくは軽症なんですよね。だからもうほとんど風邪と一緒なんですよね。で、重症化はもうほとんどしてないと、オミクロン株は。むしろ弱い。以前のデルタ株よりもっと弱くなってるという話。だけど、こういったことが起こっちゃうと。だから、そもそものコロナへの脅威度っていうのをかなりこう、測ってない。そもそも勉強してない。子供たちに、まあ、勉強しろとか、いろいろ抑圧、青春を奪うとかいうことをやってる割に、大人はもうこの2年間で全く成長してないよね。もうほんと言葉が出ないというか、もうマジでかわいそう。こんな、もうこれはね、別に関東第一のせいでも全くないし、高校生悪くないし、オミクロン株も悪くない。もうこれも大人が悪い。この日本というシステムが絶対にもう機能してない。悪すぎる。で、なおかつさ、もうすげえびっくりしたのがさ、ウズベキスタン戦も禁止になったでしょ。中止になったでしょ、日本の。森保ジャパンが予定してたさ、21日のウズベキスタン戦が中止になってしまったと。入国が認められなかったみたいな話ですよね。もう意味がわかんなくない?だってさ、これ記事読んだら、中国とサウジアラビアはアジア最終予選だからっていう理由で入国は OK と。両方とも日本でやる試合ですけどね。入国は OK。なんですけど、ウズベキスタンだけダメらしいね。だから大会の代償でこう、入国していいどうかを決めてるわけ。で、なおかつ、これすげえびっくりしたのが、日本での試合なんですけど、日本での試合ですけど、外国人と試合するから、接触するからっつって、その試合をした日本人選手も、試合終わってから、14日間隔離させられなければならないということで、もうわけわかんなくない?だ、今までサッカー、の試合で感染が拡大した事例があるのかっていうのと、試合した上で感染が拡大した事件が今まで一回も報告してされてないはずなのに、関東第一高校と日本代表は、政府の、まあ、ヒステリーによって、殺されてしまったと。辞退させられてしまったという感じになっているわけです。まあこれ政府が完全に悪いし、で、その政府を煽ってるのがやっぱメディアで、メディアってその新規感染者数がもう6214人になりましたみたいな、今日もさ、LINE ニュースで来てたけどさ、まあ、そんなんまずどうでもいいのよ。だってこのウイルスがそれほど脅威あるかどうかっていう、そもそもの話を誰もしてないわけ、メディアはね。なのに、もうただの数字で煽って、なんか昨年9月15日以来の6000人超えですみたいな。バカバカしくてしゃあないよね。じゃあ実際このウイルスどんだけ脅威ありますかって言うと全然脅威ないわけ。
まあ、政府は政府でさ、それに乗っちゃってるわけでさ、もうかかったらもう問答無用で隔離みたいなことやってんじゃん。もうこんな国さ、もうそのうち見捨てられるからな。若者にも見捨てられるし、外国からも見捨てられちゃうし、まいから。で、それを煽ってんのはメディアで、そしてその、その政府を支持してる俺ら国民っていう、まあ、本当にもう無限ループのクソループが続いてしまっているので、もう本当今回の日本代表不憫だし、関東第一高校の皆さん本当にこんな日本にしてしまって申し訳ないとしか、大人が本当に、ね、2年間成長しないのを見せてしまって本当申し訳ない、彼らにとって謝りたいと、思うしかないわけです。本当にコロナのせいじゃないよ、コロナのとコロナ対策のせいです。はい、以上。本当ごめん、関東第一の皆さん、もうあなたたちの青春を奪う権利には本当は誰にもないはずですけど、奪っちゃった。ほんとごめんなさい。